こんにちは、永田です。今回は私が先日行ってきたグリーンルームフェスティバルの様子をお届けしたいと思います。アーティストさんのライブシーンとかは映像で流せないので、私がどこを歩いたかとか何食べたかとかの映像になってしまうんですが、楽しんでいただければと思います。初めてのアフレコ頑張ります。イエイ、クワーイナー食べました。乾杯ってやってました今。はいね、人が多くてね、暑くて本当に汗だらだらかいてました。で、日差しも強かったので日焼け止めをしこたま塗ってました。で、さっきの映像の続きね。これでかくてね、なんかベーコンエッグ厚切りモッツァレラチーズバーガーっていうのを食べたんですけど、そのねモッツァレラチーズのはずがチェダーチーズが入っててね、残念だった本当に。でももうお店の人も大変そうだったから仕方ないなと思って食べましたけど、でもまあチーズ、チェダーチーズでも美味しかったです。はい、でこれはね、なんか場外ステージ、外のステージでもライブをやっていて、そのアーティストさんすっごい見たかったんですけど、人が多すぎて全然見えなかった。でもこれ帰りの映像もう帰りって感じですけど、でね、カップルがたくさんいてね、幸せそうでした。やっぱ港未来だからね、景色も綺麗でしたよ。でこれね、カレー目線みたいな感じで映像撮りたくてやってみたんですが、私のわかめちゃんヘアで雰囲気が台無し。でこのお洋服はヴィンテージのナイトドレスを前開けて着てます。これかわいいよね。はい、飛ぶよ。あい、飛距離が低いね。短い、低いっていうのかな。はははって自分でも笑ってるはい、でもほんと後ろ姿のわかめちゃん具合がほんとにすごい。はい、バイバイ。あ、また食べて、はい、おしまい。また次の動画でお会いしましょう。またねー。